ブラックドッグは、イギリス全土に伝わる黒い犬の姿をした、不吉な妖精のこと。ヘルハウンド、クロ黒あやかケンとも。大抵の場合は、燃えるような、赤い目に黒い体の大きな犬の姿で、夜中に古い道や十字路に現れる。16世紀イギリスの劇作家、シェイクスピアの、マクベスの作中で魔女が言及する、魔女の女王である地獄の女神、ヘカテイの猟犬たちが、 そのイメージの根源と考えられている。ヘカテイは中世以降のヨーロッパで、松明を掲げて、犬を従え、夜の三冊に現れるとされ、魔女が信仰していると考えられていた。ヘカテイの本来の姿は古代ギリシアの新月の女神であり、その眷属には犬や狼が挙げられる。月のない夜を象徴するヘカテイの従者は、当然ながら、黒い色で創造された。 ヘカテイは再生とともに死も司る女神であり彼女に従属するブラックドッグたちは死の先触れや死刑の執行者としての側面を持つブラックドッグについて最も古い伝承は14世紀にデボン州南部のダートムーアに現れ人を殺した黒い犬の話である16世紀にはサフォーク州のブライスバーグ教会に黒い犬が現れ 二人を殺害した話もある。十八世紀にもデボン州の農家に現れ、ヒカキボを投げつけられると用の匂いと共に突然消えたという話もある。ブラックドッグの出現する場所はデボン州ばかりではない。首都ロンドンのアーメンコートにあるニューゲート監獄跡地にはニューゲートのブラックドッグと呼ばれる十三世紀に死んだ囚人が化けた。 口から血を滴らせた黒犬が徘徊すると言われている。また、満島のピール城の万兵詰め所に現れ、万兵一人をショック死させた黒い犬、モーザ・ドゥーグ、または、モディ・ドゥー、ランカシャーの人間に化ける黒犬、ヘアリー・ジャックは特に有名である。その他、ノーフォーク、バッキンガムシャー、ハートフォード、ケンブリッジ、ドーセット、チャネル諸島にも、 類似の黒い不吉な犬が現れるという伝承がある。イギリスでは新しく墓を作る際に、最初に埋められた死人は天国に行けず墓地の番人になるという迷信から、黒い犬を埋める場合があった。この墓守犬も、黒い体に赤い目のブラックドッグだが、墓地を墓嵐から守る以外に人を驚かせたり、傷つけることはない。道に迷った子供を助けたり、 教会の葬儀の金に合わせて、遠吠えを上げて、死者の魂の行き先を神父に知らせるなど、基本的に恩話である。ただし、本質的な死の先触れとしての性質は失っていない。ありがとうございます。